皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今日はカバルドンやディンルーを封殺できる挑発マスカーニャで対戦をしていきます。挑発というのは相手の変化技を封じる効果があって、初心者泣かしのステルスロックやあくびを止めることができます。また攻撃特化のマスカーニャに奇跡の種を持たせることで、耐久が高いお盆持ちカバルドンや食べ残しディンルーも確定2発で倒すことができます。挑発も撃てて、敵も倒せて、しかも可愛い、そんなポケモンはおそらくこのマスカーニャだけ。もし他にもね、強くて可愛いポケモンを知ってる方がいたら、ぜひコメントで教えてください。あと今日はね、ガチ勢が対戦するときに使うパスワード、6350000を使って対戦をしていきます。12月のランクマッチに向けて鍛えていくので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは対戦やっていきましょう。はい、対戦相手見つかりました。リベルテさん、対戦よろしくお願いします。相手の編成はアーマーガー、巨人オン、鉄の毒がドラパルト、ウォッシュロトムに鉄の武人と、鉄だらけのチームだね。マスカーニャ、巨人オン、鉄の毒が、でもし初手巨人オンが来たら、もう開幕からね、挑発を決めて、生意気なマスカーニャの可愛いところを相手に見せつけていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、やっていきます。リベルテさん、対戦よろしくお願いします。ドラパルト、ドラパルト来たね。ドラパルトが来たということは、これは不意打ちでいいんじゃない。不意打ち、いや待って、いやいいはず、不意打ちいきます。さあ不意打ちで強い、オッケー。ドラパルトを一撃で葬り去る、この可愛い猫の右手。いやもうマスカーニャの右手は世界で一番可愛い右手です。さあまずはドラパルトを倒し、出てきたのはアーマーガー。あ、色が違う、チャイローガーだ、チャイローガー来たね。さあチャコールアーマーガーが出てきましたが、まあ相手おそらくドリルくちばしとかで攻撃してくると思うので、まあ、トンボ返りで巨人音交換でいいかな。トンボ返りします。さあしっかりと上は取れてる。さあトンボ返りをしてと、ゴツゴツメットとかは持ってないね、ゴツメはなしで、巨人音に変えましょう。はい、であとはね、もうね、アーマーガーの塩漬けを作っていきましょう。さあ相手鉄壁張っていますが、もう鉄壁なんてノン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 、塩漬けの前には無意味です。相手ボディプレイ、ちょっと待って、強くない、それはそれはちょっと強くない、ちょっと待って、それはちょっと強いや、ごめん、やっぱ強いです。鉄壁ノンノンノンじゃない、オッケーオッケーオッケーです。鉄壁オッケーオッケーオッケーだ。いやちょっとまずいかこれ。でも相手は塩漬けダメージがしっかり入るので、まあまあ悪くはないでしょう。で一応こんなこともあろうかと守るを覚えてます。さあ守るを使って一旦時間を稼いでと。さあどうなるかな、ボディープレスは外れてくれると。いやーどうしよう、ここ攻撃から身を守ってます。いや、ボディープレス格闘技なんだよね。ボディープレス格闘技なので、はい、塩漬けのダメージが入ると、いや、ここでミミッキュ選出してたら、ミミッキュがいたら非常に良かったんですが、ん？待て。格闘技？あ！忘れてた！巨人オンのテラスタル。ゴーストタイプだった！これ、巨人オンがゴーストタイプで、これ、鉄壁張ったら、いや、自己祭でいいか。いや、鉄壁だな。鉄壁張ったらもう負けないんじゃない？鉄壁いきます。これ多分ね、ボディープレス張ってくると思う。ボディープレス来ると思うので、はい、もう塩漬けで完封していくよ、これは。塩漬け完封勝負決めましょう。さあ、清めの塩にお化けが取り付いている。こんな塩は撒いても意味がないでしょう。さあ、相手のボディープレスはしっかりとゴーストで受け流して、鉄壁をこちらが積んでいく。これは決まったんじゃないの？これは決まったんじゃないの？
さあ食べ残しでしっかりと体力も回復して、相手は塩漬け、これはもう相手は交換するしかないと思うんだよね。で交換先何かはわからないけど、まあ塩漬け打っとけばいいんじゃないかな。交換先に塩漬け、なるほどね。でも相手打点あるのかな、これ僕も塩漬け打点ないけど、相手打点あるのかな。待って、これやばい、やばいことが起こりそう。とてつもなく不毛なことが起きそうじゃない今。さあ塩漬けダメージが入ります。相手の羽休めがなくなるまで耐久まあ相手の羽休めなくなるまで耐久します。鉄壁あります。あと1積みかな、あと1回防御積めばマックスまで上がるので、まあおそらくできてもドリルくちばしだと思うのでね。はい、オッケーちゃんと引かせて、相手も巨人を巨人をミラーが決まってしまった。巨人をミラーです。いやー、これは不毛な戦いになるぞ。一旦塩漬けしとこう。さ、相手も塩漬け塩に塩持ってます。塩に塩持ってる。塩の塩漬けができる。オリーブのオリーブ炒めじゃないんだから、オリーブのオリーブ炒めならぬ塩の塩漬けです。塩の塩漬けが決まった。でもこれ交換のタイミングとかもねあるからね、交換のタイミングとかもあるので、相手の動きちょっと見てみよっか。僕も一応自己再生は持っているので、いや不毛な戦いが始まっちゃったよ。いやこれはマスカーニャで乗り越えるしかない。マスカーニャがいるから、マスカーニャがいるので多分大丈夫。巨人王さえ倒せれば勝てる。さあ相手何してくるかちょっと見たいね。相手何してくるかちょっと見たいので、もう一回塩漬けしよっか。呪いまずいか、これ相手攻撃上がってるね。さあ塩漬けして、さあ塩漬けして、相手が多分自己再生を打つタイミングがあると思うんだよね。そのタイミングでマスカーヤと交換をしていきたい。いやもうここは相手呪い2回、相手呪い2積みね、相手呪い2積み、ここは相手呪い積む読みのマスカーニャ交代でどうでしょうか。相手が呪い積んでる、もしくは自己再生してたら、このマスカーニャは非常に強力になるはずです。どうだ、呪い OK、 呪いきました。これはいけるよ。はい、マスカーニャのトリックフラワー、皆さん効果は覚えているでしょうか。前回の動画でもね紹介したんですが、マスカーニャは確定急所です。確定急所、つまり相手の防御力アップを無視して攻撃を当てることができます。これは決まったでしょう。トリックフラワーいきましょう。さあこのトリックフラワーは耐えられないよ。 OK、 しっかりと呪いを積んだ巨人オーンスラを倒していくのがこの生意気マスカーニャです。いやー、いい仕事してる。非常にいい仕事できてます。さあアーマーガーが来ましたと。まあこれはもう、まあ、正直なところマスカーニャーはお役御免なので挑発打っとこうか。挑発打ってオッケー、コウさんが選ばれましたということで、リベルテさん対戦ありがとうございました。マスカーニャー頑張った。次の試合も頑張っていきましょう。マッチングしました。唐揚げさん対戦よろしくお願いします。相手にはオーロンゲ、そして待ってましたカバルドン。カバルドンにはマスカーに合わせていきたいね。そして羽ばたく神、ウェイニバルにドラパルと巨人オーンということですが、草技はカバルドンとウェイニバルに刺さるかな。で、それ以外のポケモンの倒し方を考えると、あ、そうだ、巨人王にも刺さるね、草は。草結構刺さるから、初手カバルドン来るかな。初手カバルドンあるかな。
いやー、でも、ショテカバルドン。いや、何が来ても、待って、ドラパルド来てもいけるな。これ、ショテマスカーニャでいいかもしれない。ショテマスカーニャで、羽ばたく神かオーロンゲが来なければ、押し切れますね。さあ、相手のショテは、羽ばたく神だー。羽ばたく神来ちゃったー。これ、一番良くない展開。さあ、相手なんか光ってるね。古代活性。はい。古代活性で素早さ高まった。もうこれは素早さ抜けませんね。素早さ抜けないので、いや、マスカーニャは大事に取っとく必要がある。これはサーブ号に引こう。サーブ号突撃チョッキがあるので、おそらく後出しでも耐えられると思います。相手の動きどう来るかな？ゴーストフェアリー、ゴースト技打たれちゃったらちょっと厳しいけど、多分フェアリー技だと思うな。うん。マスカーニャ倒すならフェアリー技を。急所じゃー！特攻下がるし！何それ！そんなのあり？いや、うますぎる相手が。でもこれサーブを切るしかないね。もうゴールドラッシュ打っておしまいだ。マジカルフレーム。やられました。いや、急所はないじゃん！鉄の毒牙でいこう。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。羽ばたく神さえ倒せば。羽ばたく神さえ倒せばいけるよ。炎の舞かな？ここさえ乗り切れば、シャドーボール。入る。いや、耐えてる。さあ、炎の舞、頼むぞ。決まってくれ。あー、足りない。特攻上がれ。いや、特攻が上がらない。つまりこれ、ヘドロウェーブ。ヘドロウェーブ頼むよ。シャドーボール、耐えてくれ。オッケー、倒した。ヘドロウェーブはさすがに耐えないと思う。オッケー。さあ、羽ばたく神を倒して、もうマスカーニャで全抜きするしかないよ。これは相手のポケモン、いや、カバルドンなかなか来ないね。さすがにマスカーニャいたら出さないか、みんな。ウェーニバル、ウェーニバル、これ、いやー、スピード上げられちゃうねー。削れるとこまで削ろっか。エナジーボール。削れるとこまで削る。いいっしょ、オッケー。わかんない、これまだ。アクアステップ。それは分かってた。スピードが上がります。スピード上がるけど、これつまり、マスカーニャ、不意打ちできます。マスカーニャ不意打ちできる。まだ素早さどっちが勝ってるんだろう。いや、どうだろうな、いけるかな。いや、これさすがに不意打ちだよね。いや、もう不意打ちしかない。不意打ち打とう。アクジェある、耐えた。オッケー、アクジェは耐えて。え、嘘、決まらないの？なんで？不意打ち決まらないの？じゃ、トリックフラワー打つしかないってこと？トリックフラワー打ちます。インファイトだー！負けたー！なんで不意打ちが決まらないのー？対戦ありがとうございました。対戦相手見つかりました。 CFOP さん、対戦よろしくお願いします。相手はディンルーサーフゴーウォッシュロトムにミミッキュードヒドイでドラパルトということなんですが、結構マスカーニャがね、ディンルーもそこそこいけて、ウォッシュロトムもいける、ドヒドイではちょっと厳しいかな。ドラパルトもね、不意打ちで一撃で倒せるので、なかなか悪くないということなんだけど、ドヒドイデが来る。ドヒドイデがもし来たら、マスカーニャの挑発刺さんないかな？
マスカーニャ挑発、いやこれは初手マスカーニャ行こう。ディンルーかドヒドエリが来たら初手もうマスカーニャで挑発を決めてね、生意気プレイをしていきたいと思います。でそこからミミックがいるのはちょっと嫌なので、まあ鉄の毒がでサーフゴを倒して、あとはガブリアスかな。さあ相手の初手はロトム、ウォッシュロトム、いやウォッシュロトムはこれねこだわりじゃない限りはトンボ返りで上取れるんだけど、待って、いやこれトリックフラワーでいいのかな。素早さ勝ってるし、素早さ勝ってるしトリックフラワーで一撃で倒すっていうのを狙ってもいいかもしれない。ここで変にトンボ返りすると後続のあのディンルーだったりあとドヒドイデが結構辛くなるので、ここトリックフラワーでいきます。はい、トリックフラワー入りましたと。結構ダメージ入るんじゃない。一撃強すぎる。生意気マスカーニャドヤ顔でトリックフラワーを決めています。挑発は打ってないけど、でもこの後ディンルーとかあとドヒドイデが来た場合はもう挑発ガンザザリです。もう挑発が思いっきり刺さるからね。ドラパルト、いやこれいけるよ、これもいけます。生意気マスカーニャなんと不意打ち覚えております。この不意打ちね、ムブリドラパルト、耐久ムブリドラパルト一撃で倒せるんで、助け持たれてない限りはいける。どうだ相手の攻撃、何が来るのか。まあ、ドラゴンアローとかがねよく使われる技なんですが、不意打ち、いや助けだー、助けじゃない、助けじゃない、助けじゃない、調整されてる、調整されてるね。マスカーニャ不意打ち打え調整強すぎませんかそれ強すぎませんか。鉄の毒牙でニトロチャージを打ってで火力を上げてスピードを上げて上から叩く、それでいいと思います。ニトロチャージ、はい、ニトロチャージで化けの皮をまず剥がすと素早さ上がります。でもそもそも上取れてたね、そもそも上取れてた。さあ剣の舞使ってるけど速さ勝てないと思うよ僕は。影打ちしてくると思うんだけど、でもこれ一発で倒せないと終わりだな。ガブリアスが地面テラスタルして地震連打で勝てると思うので、ここは最大火力のヘドロウェーブ打ちます。影打ち多分耐える。オッケー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 。さあ命の玉を持ってるミミッキュがこのヘドロウェーブを耐えられるかな。耐えてる耐えてる耐えてる耐えるの。耐えるなら使ってよかったねテラスタル、耐えるならテラスタル使ってよかった。いや待って待って待って、命削られてミミックも倒れてる。オッケー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 。でだ相手体力ミリ残しだから、ミリ残しなのでもうこれはアイアンヘッドでいいかな。地震とか激凛すると無効化される可能性があるので、毒好きもなのでこれもうテラスタルしてアイアンヘッド、これが確実に勝てる術。さあ相手何してくるかな。いやここから先制攻撃決めてガブリアス倒す術はないと思うんだけど、いやでもそっか、こだわりスカーフ持ってなんか急所2連ドラゴンアローで負けるかもしれない。でもそれ以外はガブリアス勝てる。さあ勝ちをもぎ取るんだガブリアス。相手もテラストル、テラストルとテラストルがラストでぶつかり合う。何テラス、ドラゴンテラストルね。大丈夫、ドラゴンは軽減してます。
なんでドラゴン属性なくなったんで抜群は取られてない。そしてこだわりスカーフで上を取っていった、ドラパルトの勝利。いや、ドラパルトじゃない。ガブリアスが勝利したということで、 CFOP さん対戦ありがとうございました。いやー、こだわりスカーフのガブリアス結構環境に刺さってない？いかがだったでしょうか。初めてガチ勢の人たちと勝負したんですが、やっぱり強いですね。マスカーニャの挑発で有利に立ち回る予定だったのですが、もう全然ね、挑発を打つ余裕もなくて、もう上手い方ばっかりでびっくりしました。また作戦を考えて、来たるランクマッチに向けて調整していこうと思うので、一緒に頑張るよっていう方、僕を応援してくれるよという方は、ぜひともチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。